浅井さんは画家なんですか？いや、画家っていうわけではない。画家じゃないんです。アーティストですか？アーティストっていうわけでもないです。アーティストでもない。じゃあ何なんですか？ただ猫を好きで描いてる人みたいな猫を好きで描いてる人。そうです。それをもう結局猫しか描かないわけですね。もう猫しか興味がないです。お客さんって大体ほぼ猫好きの人ですかね？猫好きの方が多く 100% というわけではないです。たまに犬描いてくださいとかも。猫しか描かへんのに。そうなんです。そんなつわものいるんですか？いれます。猫に似ててもいいので猫に似てる犬でも猫でええやんって話。そうなんですけど愛犬が描いてもらえない。そう。でもそれはもう描かない。そうですね、描けないと思います。描かないというか描けない。猫しか描いてないんで描けないです。なるほど。なんか描くときに気をつけてることとかあるんですか？お客さんのことを考えるとか。それは展示会するようになってなんか本当に描ければよかったので発表とか一切するつもりはなくて、うん、ずっと描いてたんですけど、なんかそれを見た兄がなんかそれでは成長できないよねって言って、うん、じゃあちょっとずつ出そうと思って出してたら、お客様から反響とかその次の展示に対する課題とかは直接いただけるので、うん、最初からこういう作風なわけじゃなかったわけではないですね。だんだんちょっと写実が入ってきたのも、うん、ご注文の絵を描くようになってから。今これだけでやってるわけですよね？そうですね。前バイトしてたっけ？してました。してたよね。はい。でもそれでもいいです。働きたい。働きたい、はい、これ好きなことだけやって食えていったらそれが一番じゃないの？なんか人として。そうです、そうです。ボケていきますよ展示会って年に 4、5 回しかないやんか。そうですね。それ以外はずっと家でそうやって過ごしてるってこと？大抵滋賀から出ないってこと？山から出ない。山から出ない。庭に出て、あ、もうこんな花咲いてるんやとか。仙人のような生活やね。ですよね。なんか人里離れたとこで。そうです。だってもうアマゾンが全部持ってきてくれるじゃないですかポチってしたら次の日届いてるっていう。あの山奥でもアマゾンのすごい功績が今あとはもう猫と絵描いて、ね、たまに都会に降りてきて、そうです、売って、はい、お金持って帰ってでまたアマゾンで物買ってそうです。十分暮らせるよね。そうです。それででもそれだけではもうちょっと人間らしく生きた方がいいのかなって。なんか社会生活してた方がいいじゃないですか。だってまあやっぱりいろんな影響を受けてこの作品に、うん、そうだと思います。還元される部分が多いから、うん、だって絵って人っていうぐらいなので、うん、多分私が成長しないと絵も成長してくれないし、で人間って成長するのってやっぱ人間同士と関わってっていうところが一番大きそうなので。猫じゃなくて。猫じゃなくて作家さんとかビジネス的な。ないですかね。ないでしょうね。ないですよ。そうですよね。だからギャラリーとかね。そうなんです。とかに営業を頼むわけですよ。あれ不思議なんですよ。だってギャラリーさんに任せたからって、うん、私なんか思うのが、その日本人がそのアートとか美術っていう言葉から離れてるんであれば、わざとその名前がつかないところで活動して、うん、なんの見つけてもらってから戻ってきてもいいんじゃないかってすごい思います。それだとなんかすごい言い流れが作れそうと思って、うん、あと戻ってきたお客さんは今まで興味なかったけど、うん、興味が出たんでギャラリーとか行くようになったんですよとかいう方もいらっしゃるので、うん、どうですかね。どうですか。聞いてなかった。聞いてなかった。こんなもんですよ。あれでしょ、ギャラリーとかでやったら、うん、その限られたお客さんしか来へんから。そうです。もう どんだけたくさんの人に見てもらうかっていうのをまずそっちをやってから、うん、そうですね、ギャラリーに戻ってこいと、ね、それは連れて帰ってこれたらビジネスの才能がどうしてもですか、ね、かっこいいホワイトキューブで見せたいとか、うんうん、ないですね。そこにこだわりがなくて、自分の絵を喜んでもらえる人に出会いたい、なんかすごい癒されましたとか言っていただくことが多いんですけど、そういう人に届けたいっていうか、うん、届くような努力はしたいなと思ってます。ああ、